それでは映画評論家町山智博さん、今日もアメリカカリフォルニア州バークレーとお電話つながっています。もしもし町山さん。もしもし。はい、町山です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、まずはですね、今日は町山さんからお知らせがあるということで。はい、毎年ですね、浅草でやっている下町コメディ映画祭っていうのがあるんですけれども、はい、はい、その中で僕が創刊した雑誌、映画雑誌でですね、映画秘宝というのがありまして、はい、そこが主催する映画秘宝祭りというのはずっと行われてるんですけれども、はい、はい、それの告知です、はい、はい、で日時は9月20日、9月20日、日曜日、午後6時開演で、はい、まあ、上映する映画はですね、はい、これ全世界初公開かな、うん、グリーンインフェルノという映画です。グリーンインフェルノ、はい、はい、緑の地獄というタイトルなんですけども、はい、これはですね、イーライ・ロスというですね、まあ、とんでもない映画監督がいまして、そいつが作った映画なんですけども、はい、はい、これはですね、アマゾンの自然を救えと訴えてるですね、エコな、エコロジーな活動をしている金持ちの大学生たちがですね、乗ってた飛行機がアマゾンに墜落しまして、はい、そこにいた人たちがですね、その下にジャングルにいた人たちがたまたまですね、人を食べる、習慣のある方々だったので、そのエコロジーな学生たちが食われてしまうというとんでもない映画です。とんでもないですね。なんとこのとんでもない映画なんですけども、映画を、はい、上品に言おうとして、そうですね、日本語はとても丁寧だったんですけれども、内容がとてもグロテスクな、はい、この、まあ、とんでもない映画、まあ、これ子供見れないと思いますね、成人かな、なんかあるんですけれども、R18、はい、それが9月20日に上映されまして、うん、僕町山智博とですね、こういう映画が大好きな高橋よしき君というデザイナーと2人のトークで、この映画を上映します。はい、はい、でもコメディ映画祭ですからね、はい、コメディなのこれ本当そう、ちょっと悪辣なコメディなんですよ、このイーライ・ロスっていう監督はそういう人なんです。はい、その町山さんの説明の仕方よ、ボストンのね、医者の息子でボンボンですけどね、とんでもないやつなんですよ。でこれが、まあ、9月20日に上映されました。今もうすでにですね、下町コメディ映画祭のホームページから、前売り券を買えるようになってますので、よろしくお願いします。はい、ピアでも発売中ということで、前売り2000円でございます。はい、彼女とかとは来ない方がいいと思いますいやそうでしょう、これデートに誘われたらちょっと、悪い友達と行く映画です、はい、そうですね、昔は映画っていうのは悪い友達と行くもんだったんですよ。なるほどなるほど、デートスポットじゃないと、うん、デートスポットじゃないと、映画デートになるなんてそんなとんでもない、昔は不良同士で悪いやつ同士で行くものですよ。なるほどね。そう、親に言えないもんなんですよ、こっそり家に帰るときもなんかもうすごい気まずい気持ちで家に帰るもんですよ、映画っていうのはそれを体験するためには、この下町コメディ映画祭でこういう映画を見せてやると。うんうん、そうなんですよ、パンフレットとか隠しましたよ僕とか、やっぱり見られると困るこれちらっと、ね、妹に見られてやだなとか思いながら、うんうん、ここまでだって、はい、このグリーンインフェルノの、まあ、写真が一枚載ってるんですけど、もうこれ、はい、とてつもない映画の香りプンプンしますもんね。そうですね、ラジオで放送できない内容ですからね。ですよね聞いて、さっき一生懸命ラジオで放送できるような言い回しをしてましたけどもそうなんですけど、まあこれ以上言うともう本当に、まあ、大変な事態になりますという映画ですけども、はい、20日に見れる、それがグリーンインフェルノという映画ですね。はい、はい、分かりました。で今日もですね、まあ、ラジオで放送できないっていうか、日本ではラジオで放送してるんだけど、アメリカでは放送できない、はい、今かかってた部分っていうのは、はい、今 TBS ラジオで普通にかけましたけども、はい、アメリカでは P が入っちゃうんですよ。え放送できないような言葉言ってたんですか。できないですね、今の部分っていうのは基本的に、はい、これはですね、うん、NWA というまあ、ヒップホップグループですね、80年代終わりの、はい、それの、まあ、結成からですね、解散とまた再結成まで、再結成寸前までの、何年かを描いた映画で、ストレートアウターコンプトンっていう映画なんですけれども、はいはい、これアメリカで大ヒットですよ今。ミッションインポッシブル抜きましたから。それすごいですね。すごいですよね。すごいんですよ。でこの NWA っていうグループがですね、まあ、伝説的グループですね、88年にまあアルバム出して、まあ、それがまあヒップホップのもう伝説になってるんですけども、僕自身はすごく思い入れがあるんですよ。っていうのはね、このグループの人たち僕と年齢が大体同じぐらいなんですよ。で僕ちょっと音楽雑誌にいたんです、その頃宝島っていう今は亡き、昔パンクロック雑誌だったんですけども、
で彼らが出てきてアメリカで大問題になったんで、まあ、記事書いたりとかしてたんで、はい、すごくあのなんていうか、そのバンドが好きだったっていうよりはそれをリアルタイムで経験した感じなんですよ。大問題になった、はい、大問題になったんです。どういう問題になったかって話はまた後でしますけども、まあ、彼らの要するにまあバンドを結成して売れていろいろなことが起こるっていうのをまあ描いてる映画なんですね、ドラマとして。はい、はい、でまあ、今知らない人もいると思うんで、その NWA っていうものについてね、はい、ただね、分かりやすい例でね、ビーツっていうね、ヘッドホンが今日本でも売れてるでしょ。ああ、小文字の B っていうのを書いてるようなね、はい、おしゃれ。そうそう、赤い B っていう字が書いてるヘッドホンが今結構みんなつけて歩いてる人いますよね。はい、はい、これを作った人がですね、ドクター・ドレっていう人なんですけども、この人がいたグループなんですよ、 NWA っていうグループは。へえ、はい、うん、で多分ね、もう B なん、そのビーツのヘッドホンってのはもう全然ヒップホップに興味ない人もみんな持ってたりすると思うんですけども、うん、この NWA ってグループはどういうグループかというと、世界で最も危険なグループって言われたんですよ。へえ、で FBI からも、まあ、テロリスト扱いされたようなグループなんですよ。そんなレベル、 FBI からチェック入ってたグループなんですよ。へえ、そのぐらい危険だって言われたんですけども、でどうしてかっていうと、これギャングスタラップと言われるそのジャンルをまあ確立したグループなんですね。ほうほう。でギャングスタっていうのは、まあ、あのギャングスターっていうその、まあ、まあチンピラのことですけどもね、うんうん、で彼らの生活を歌う、まあ、ラップっていうジャンルを作ったグループなんです、 NWA っていうのは、はい、で NWA って いうのは何の略かっていうと、これが放送できないんですよ、アメリカでは。このグループ名、グループの、その、正しい意味を。これはね、2月 with attitude っていう意味なんですけども、ニガって言葉が、黒人奴隷を意味してる言葉なんで、差別用語なんですよ。これラジオでは放送できないんですよ、アメリカではね。はい。で、どういう意味かっていうと、喧嘩越しの黒人たちって意味なんですね。NWA ってグループ名は。はい。で彼らはどこから出てきたかっていうと、そのアメリカで最も治安が悪いですね、ロサンゼルスにコンプトンっていう地域があるんですよ、うんうん、でこれロサンゼルス行った人だと、まあ、分かると思うんです。空港を出てちょっと東に行ったところにある地域なんですね、はい、でサウスセントラルって言われてる地域なんですけども、なんていうかね、5キロ四方ぐらい その区画の住宅地なんですけども、うんうん、その5キロ四方ぐらいで年間150人ぐらい殺されるんですよ。いやいやいや、それはすごい治安悪いな。ものすごい地域なんですよ。で、まあ、大きいそのストリートギャングのグループがあって、クリップスっていうのと、ブラッズっていう2つのグループが、まあ、昔から争っててですね。で、クリップスが青いバンダナをつけてて、それで、まあ、ブラッズが赤いバンダナをつけてて、それで、まあ、役の売人とか銃の売人とかいて、で、縄張り同士が接してるから、その角ですぐ殺し合いがあるっていうところなんですね。僕ここ行きましたよ、4年前に。大丈夫なんですか？やりすぎ工事都市伝説っていう番組の取材で行きましたけど。あ、またすごゴシップな番組で。はあ、はい。それはそのギャングの人たちがやってるツアーに参加したんで、彼らが要するに、ガードマンでついてくれたから行けたんですけどね。へー、そんななんだ。はい。普通の人は行けないですよ。そうですよね。その人たちがついてくれないと。うん、はい。で、そこから出てきたグループなんです。彼らのその日常を歌った歌なんですね、その NWA っていうのは。で、この映画のタイトルになってるストレートアウターコンプトンっていうのは、そのコンプトンっていう地域なんですけども、その地名なんですね、そのサウスセントラルの。で、コンプトンから、なんていうかな、直輸入っていうか、コンプトンからの直言みたいな意味なんですね、ストレートアウターコンプトンっていうのは。コンプトンから出てきたぜみたいな感じなんですよ。はい。で、それまで、そこの地域に住んでるギャングたちが、その彼らの、なんていうか、思想であるとか、考え方とか生活を、はっきりとメディアに出したっていうのは、これが最初なんですよ。なるほど。うん、だとにかく怖いところで恐ろしいことが起こってると。でも彼らがどういうことを考えてて、何をしてるかっていうのは、初めてここで表に出てきたんですね。うん、はい。で、それはすごく、まあ、社会的に意義のあったことではあるんですけれども、大問題になったのが、そのアルバムのストレートアウトコンプトンに入ってた、これもアメリカでは曲名自体が放送できないんですけれども、うん、ファックダポリスって歌なんですよ。ちょっと聞いてください。はい。
映画評論家町山智博さん、今日もアメリカカリフォルニア州バークレーとお電話つながっています。もしもし町山さん。もしもし。はい、町山です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずはですね、今日は町山さんからお知らせがあるということで。はい、毎年ですね、浅草でやっている下町コメディ映画祭っていうのがあるんですけれども、はい、はい、その中で僕が創刊した雑誌、映画雑誌でですね、映画秘宝というのがありまして、はい、そこが主催する映画秘宝祭りというのはずっと行われてるんですけれども、はい、はい、それの告知です。はい、はい、で、日時は9月20日、9月20日、日曜日、午後6時開演で、はいはい、まあ、上映する映画はですね、はい、これ全世界初公開かな、うんうん、グリーンインフェルノという映画です。グリーンインフェルノ、はい、はい、緑の地獄というタイトルなんですけども、はい、これはですね、イーライ・ロスというですね、まあ、とんでもない映画監督がいまして、そいつが作った映画なんですけども、はい、はい、これはですね、アマゾンの自然を救えと訴えてるですね、エコな、エコロジーな活動をしている金持ちの大学生たちがですね、乗ってた飛行機がアマゾンに墜落しまして、うん、そこにいた人たちがですね、その下にジャングルにいた人たちがたまたまですね、人を食べる、習慣のある方々だったので、そのエコロジーな学生たちが食われてしまうと。で、彼らが出てきてアメリカで大問題になったんで、まあ、記事書いたりとかしてたんで、すごくなんていうか、そのバンドが好きだったっていうよりはそれをリアルタイムで経験した感じなんですよ。大問題になった、はい、大問題になったんです。どういう問題になったかって話はまた後でしますけども、まあ、彼らの要するに、まあ、バンドを結成して売れていろいろなことが起こるっていうのを、まあ、描いてる映画なんですね、ドラマとして。はい、はい、で、まあ、今知らない人もいると思うんで、その NWA っていうものについてね、はい、ただね、分かりやすい例でね、ビーツっていうね、ヘッドホンが今日本でも売れてるでしょう。あー、小文字の B っていうのを書いてるようなね、はい、おしゃれ。そうそう、赤い B っていう字が書いてるヘッドホンが今結構みんなつけて歩いてる人いますよね。はい、はい、これを作った人がですね、ドクター・ドレっていう人なんですけども、この人がいたグループなんですよ、 NWA っていうグループは。へー、はい、で、多分ね、もう B なん、そのビーツのヘッドホンってのはもう全然ヒップホップに興味ない人もみんな持ってたりすると思うんですけども、この NWA ってグループはどういうグループかというと、世界で最も危険なグループって言われたんですよ。へー。で、 FBI からも、まあ、テロリスト扱いされたようなグループなんですよ。そんなレベル、 FBI からチェック入ってたグループなんですよ。へー。そのぐらい危険だって言われたんですけども、で、どうしてかというと、これギャングスタラップと言われるそのジャンルを、まあ、確立したグループなんですね。ほうほう。で、ギャングスタっていうのは、まあ、ギャングスターっていうその、まあ、まあ、チンピラのことですけど、このグリーンインフェルノの、まあ、写真が一枚載ってるんですけど、もうこれ、はい、とてつもない映画の香りプンプンしますもんね。そうですね。ラジオで放送できない内容ですからね。ですよね。聞いて、さっき一生懸命ラジオで放送できるような言い回しをしてましたけども。そうなんですけど、まあ、これ以上言うともう本当にまあ大変な事態になりますという映画ですけども。はい。20日に見る、はい。それがグリーンインフェルノという映画ですね。はい。はい。わ、はい、かりました。で、今日もですね、まあ、ラジオで放送できないっていうか、日本ではラジオで放送してんだけど、アメリカでは放送できない。はい。今、かかってた部分っていうのは、はい、今 TBS ラジオで普通にかけましたけども、はい、アメリカでは P が入っちゃうんですよ。え、放送できないような言葉言ってたんですか。できないですね、今の部分っていうのは基本的に、はい、これはですね、うん、NWA というまあ、ヒップホップグループですね、80年代終わりの、はい、それの、まあ、結成からですね、解散とまた再結成まで、再結成寸前までの、何年かを描いた映画で、ストレートアウトコンプトンっていう映画なんですけれども、はい、はい、これアメリカで大ヒットですよ今。ねえ、ミッションインポッシブル抜きましたから。それすごいですね。すごいですね。すごいんですよ。で、この NWA っていうグループがですね、まあ、伝説的グループですね。88年にまあアルバム出して、まあ、それがまあヒップホップのもう伝説になってるんですけども、僕自身はすごく思い入れがあるんですよ。っていうのはね、このグループの人たち、僕と年齢が大体同じぐらいなんですよ。で、僕ちょっと音楽雑誌にいたんです、その頃宝島っていう、今は亡き、昔パンクロック雑誌だったんですけども、とんでもない映画です。とんでもないですね。
なんとこの飛んでもないなんですけども、映画を、はい、上品に言おうとして、ね、日本語はとても丁寧だったんですけれども、内容がとてもグロテスクな、はい、この、まあ、とんでもない映画、まあ、これ子供見れないと思いますね、成人かな、なんかあるんですけれども、R18、はい、それが9月20日に上映されまして、うん、僕町山智博とですね、こういう映画が大好きな高橋よしき君というデザイナーと2人のトークで、この映画を上映します。はい、はあ、でもコメディ映画祭ですからね、はい、コメディなのこれ本当そう、悪辣なコメディなんですよ、このイーライロスっていう監督がそういう人なんです。へ、はい、それは町山さんの説明の仕方、ボストンのね、医者の息子でボンボンですけどね、とんでもないやつなんですよ。へでこれが、まあ、9月20日に上映されまして、今もうすでにですね、下町コメディ映画祭のホームページから、前売り券を買えるようになってますので、よろしくお願いします。はい、ピアでも発売中ということで、前売り2000円でございます。はい、彼女とかとは来ない方がいいと思いますいやそうでしょう、これデートに誘われたらちょっと、悪い友達と行く映画です、はい、そうですね、昔は映画っていうのは悪い友達と行くもんだったんですよ。なるほどなるほど、デートスポットじゃないと、うん、デートスポットじゃないと、映画デートになるなんて、そんなとんでもない、昔は不良同士で悪いやつ同士で行くものですよ。なるほどね、そう、親に言えないもんなんですよ、こっそり家に帰る時もなんかもうすごい気まずい気持ちで家に帰るもんですよ、映画っていうのはそれを体験するためには、この下町コメディ映画祭でこういう映画を見せてやると、うんうん、そうなんですよ、パンフレットとか隠しましたよ僕とか、やっぱり見られると困るんで、妹に見られて嫌だなとか思いながら、困るんだってもね、うんうん、で彼らの生活を歌う、まあ、ラップっていうジャンルを作ったグループなんです、 NWA っていうのは、はい、で NWA って言うのは何の略かっていうと、これが放送できないんですよ、アメリカでは、このグループ名、グループのその正しい意味を、これはね、2月5日アティチュードっていう意味なんですけども、ニガって言葉が、黒人奴隷を意味している言葉なんで、差別用語なんですよ。これラジオでは放送できないんですよ、アメリカではね。はい。で、どういう意味かっていうと、喧嘩越しの黒人たちって意味なんですね。NWA っていうグループ名は。はい。で、彼らはどっから出てきたかっていうと、その、アメリカで最も治安が悪いですね、ロサンゼルスにコンプトンっていう地域があるんですよ、うんうん、でこれロサンゼルス行った人だと、まあ、分かると思うんです、空港を出てちょっと東に行ったところにある地域なんですね、はい、でサウスセントラルって言われてる地域なんですけども、なんていうかね、5キロ四方ぐらい その区画の住宅地なんですけども、うんうん、その5キロ四方ぐらいで年間150人ぐらい殺されるんですよいやいやいや、それはすごい治安悪いな、ものすごい地域なんですよ。で、まあ、大きいそのストリートギャングのグループがあって、クリップスっていうのと、ブラッズっていう2つのグループが、まあ、昔から争っててですね、でクリップスが青いバンダナをつけてて、それで、まあ、ブラッズが赤いバンダナをつけてて、それで、まあ、ヤクの売人とか銃の売人とかいて、で縄張り同士が接してるから、その角ですぐ殺し合いがあるっていうところなんですね。うん。